はい、始まりました。マインクラフト実況、マインクラフト一人脱出村。今回はですね、掘り進んだこの地下の洞窟をさらに掘り進んでいきたいと思います。今回はどうしようかな。ちょっと溶岩を避けて、こっちにちょっと進路を変えてみようかなと思います。こっちに掘ったら何があるんやろ。まあ、このまま直進するコースは溶岩を使ってこう、なんかいろいろやってから、溢れんばかりにあるからな。この出てきた鉱物、こういう鉄鉱石とか、こういうのをちょっと精錬するのに、この溶岩を使いながらやっていきたいと思います。やみくもに掘ってるだけではなんかな。これが正しい方法なんだろうか。お、回路使う、作るときに使うやつやな。あ、ミスった。とりあえずこんなくらいか。この辺はこんなもんか。まだあった。あ、これ、あ、まだあったな。寄り道になってんだ。でもまあ大量に取れてるからいいか。まあこんなくらいか、こっちは。よし、じゃあ元の通路に戻って掘り進んでいきましょう。向こう行くと戻ってしまうからな。洞窟に出会いたいんやけど、地下洞窟が全くないな。そしてここで採掘したアイテムを使って、この丸石を使って家を建っていこうかな。穴掘りとこで建材を集めて、その建材で家を建てると。お、これダイヤモンドか。深いところはダイヤモンドが出まくりなんかな。もうないかな、この辺。ないな。お、これは久しぶりの石炭。ちょっと石炭を持って、資源集めやな。
なんかブクブク落としとるってことは、これ溶岩に近いんじゃないかな。さっきもなんか鉱石出たところで溶岩出たからな。とりあえず石炭をこう掘ると、そしてつるはしで、よし、こんなもんか。こっちも、お、怖いな。なんか割った際に溶岩吹き出すとか言えるからな。よし。お、ガンガン宝石出る。低下層アイテムが豊富やな。なんかものすごく効率がいい。適当に掘ってるだけやのに。よいしょ、めっちゃブクブク言ってるかな。どっから湧くんや溶岩。なんもないかな、これで。そしてこの上か、どうしようかな。これちょっと消して、こっちから上がっていくか。あ、こうこう掘って、これちょっとつけて、ブクブク言ってる音ものすごい近いな。まあいいか、いいんかな。まあ仕方ないか。めんどくさいし、まっすぐすもめっちゃブクブク言ってるやん。ちょっと一段上げよう。次は金が出てきたか。松明はまだあるね。よし、お、金がある。これちょっと一段上げたけど、また下げな。取れへんな。やばい、これなんかポトポト落ちてた。これ溶岩じゃん。真上掘ったら溶岩出てくるパターンや。ちょっと掘ってみようか。お、来た来た来た、やばい。お、あ、やばい、これ溶岩出てくるパターンや。この上真上溶岩か。もっと落ちて出ようが、どうしようかな。これちょっと上から攻めてみるか。
お、びっくりした。こんなところに用が、動物発見。あ、向こうになんか洞窟ある。ちょっとこっち見ていこうか。怖いなぁ。ここになんか洞窟につながってんのかな。ちょっとわからない。ちょっと縁を広めに掘っといて、これといって何もなかった。あっちに金がある。そしてこっちにはダイヤモンド。これマンタンやな、アイテム。とりあえずこれちょっと片付けてこようか。そしてちょっと拾った鉄鉱石でも焼いとくから、溶岩で。ちょっと待てよ。鉄鉱石と金をちょっと焼こうか。おお、すげえや。めっちゃこれレッドストーンがすごいやんな。ツルハシ戻して、よし、とりあえず鉄鉱石焼いとこう。肉を食っていこう。溶岩をすくいながら、ややこしいな。ちょっとここほっとくか。あ、なんか見つけてもらった。全然見つける気なかったのに。これちょっと落として、狭いな。また見つけてもうた。こんだけあったらなんか回路作れそうやな。レッドストーン結構あるな。そしてこのダイヤモンドを取るためにちょっと土で埋めとくか。あ、とりあえず
こんなもんやな。うわ、こっちもちょっと埋めていこうかも。これじゃなくてこっちの、放置してこっちに行こうか。行き止まりな、ここで。そしてこれかまど、じゃがいも焼いたらなんか焼け、あ、じゃがいも焼ける。人参は焼けるのかな。人参焼け、それでじゃがいも焼いとくか。ちょっと一個焼いて食べてみよう。よし、じゃがいも焼けた。ベークドポテト、うまそうやな。じゃがいも焼けんのか。ちょっとじゃがいも焼こうか。よし、とりあえずこっちを掘ってみよう。反対側。あ、なんか早いと思った。鉄のつるはし使った。かまどをいっぱい設置して生ものここで調理しまくればいいんじゃないかな。うおー、ガタガタ。やっぱり早い。よし、治療に帰ってきたついでにちょっとここに溶岩戻して、今回はコアにしようか。次回はちょっとじゃがいもとかをさらに作って、ベークドポテト作りとかをしながら地下探検を進めていきたいと思います。終わります。